ありがとう。うまい。うん。人間の味がするからな。え？盛岡は北といえど、やはり夏は暑いです。ジャスミンの鉢は元気にしています。いくつ？30です、今年で。同い年。今度釣り行こう。北の地で。唯一心を許す友と出会った。さあ、今野さんはさ、はい、最近課長と会ったりしてた？いえ。二人あんなに仲良かったのにあれっきり？いや、そういうわけじゃないですけど、ここ半年は特に連絡も取ってません。いやさ、課長なんだけどさ、死んじゃったかもしれない。かけがえのない存在が突然消えた。捜索願い出すべきじゃないでしょうか。ジュナンとは縁を切ったんです。私ね、本当にお金貸してんの？軽薄さというか、まあ、身軽さというか、人によって分かれるところでしょうけど。そったらこともあっためか。息子なら死んではいませんよ。おい、知った気になんない。お前が見てんのはほんの一瞬光が当たったとこだけだってこと。人を見るときはその裏側、影の一番濃いとこ見んだよ。追うほどに見えてくる彼の裏の顔。死んだ木に苔がついて、また新しい芽が出る。その繰り返しだな。屍の上に立ってんだ俺たち。彼の真実は何を照らすのか。エーリ、あなたは大切な人のすべてを愛せますか？